その水戸のさあ、後藤祐介中央で受けて林が落としたボールさあ、星中を見てシュート、大分追加点。まあ今何本ねパスがつながったでしょうかね、非常に大分らしい、パスワークからねのゴールでしたけどね。水戸の守備がやはりこう後手後手になってるんですよね、少し遅れてますね。今選手間で話し合ってますけど、やはりいつもの自分たちの守備がしっかりこうはまらないというね、選手も多分感じてると思いますね、はい、こちらが先ほどの追加点のシーンです。非常に大分らしいパスワークからのねフィニッシュでしたね。また増田さん、右サイドからの得点でしたね、うん、そうですね、まあ、右サイドそして中央うまく絡んで、はい。